アイリン・サマーとは日本中央競馬会に所属していた競争馬である。競争馬時代の主な優勝競争に2001年の阪神ジャンプステークスと京都ハイジャンプがある。1999年11月の京都開催でデビュー。翌2000年2月、後衛・その競馬で初勝利を挙げたが、JRA では3着が1回ある以外はすべて2桁着順と振るわず、 平地さんは12戦1勝という成績に終わり2000年7月の強く差勝15着を最後に障害転向となった。管理長教師、星川香織の定年引退に伴い、新規開業の藤原秀明9社へ移った後、2001年7月にいる小力戦目で初勝利を挙げた。その後は、阪神ジャンプステークス、京都ハイジャンプと障害重賞を連勝。 両重賞で起乗した高田淳は後者での勝利によって岡富春一以来13年ぶり最多体となる年間障害重賞4勝を記録した。このほか高田は飛び越しの上手な馬で飛ぶたびにどれだけどれだけ稼げるかと思っていた。障害が多ければ多いほど力が出ると重賞を連勝した際に安定した飛び越しを評価するコメントを残している。 2002年4月には GIQ 競争の中山グランドジャンプに出走したが11着に終わった。その後脚部故障を発症、同年5月24日付で競争場登録を抹消された。競争場引退後は阪神競馬場で誘導場に転校するために訓練を受け、2003年の第4回阪神競馬開催より8年間誘導場として強用され、 2010年第4回半身競馬をもって誘導馬を引退。京都産業大学にて乗馬として在籍した後、静岡大学馬術部に所属している。ありがとうございます。